ドラゴン久保が総括。マイクマがちょっと慣れてきたくらいで、鈴木が良くなっていったかって言ったらまだまだ、悔しいと思うよね。収穫はなかったんじゃない。何もできんかったってみんな思ってるはずだからね。上田にしても、マイクマハこのままでいいのかみたいに思っとるやろうし、日本でやっとってね。ひょっとしたら、そういうのが大会の収穫なのかもしれんよね。ドラゴンの居酒屋解説シリーズ最高だったわ。またやってほしいわ。次はパリ五輪かな。収穫ゼロ、積み上げゼロ、無失点試合ゼロ。欧州組派レギュラー奪われたやつも出てくるだろうしな。アジアカップ意味なかったわ。育成枠とか呼んで枠削ってる場合ではなかった。アジアを舐めすぎた結果だろうね。マイクマハさらなるレベルアップのため、海外平家。こんな結果になるなら国内組でチーム編成すればよかった。